こんにちは、山遊びのたけしです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、皆さん雪山登山には行かれますでしょうか。はい、雪山冬山シーズン真っ盛りということでですね、冬場もどんどん山に出かけてっていう方もね、すごく多いんじゃないでしょうか。でそんな雪山登山なんですけれども、初心者の方はじめですね、多くの方が迷われること、それが服装の、レイヤリングではないかなというふうに思っています。まあ、レイヤリング自体ですね、登山全般においてすごく重要ということは多くの方ご存知なのかなと思うんですけれども、雪山においては一層その重要性が増しますということで、今回の動画では、雪山における、レイヤリングの基本と、私が実践しているレイヤリングウェア紹介をさせていただきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでですね、まず前半のパートではレイヤリングの基本についてお話をしたいというふうに思います。レイヤリングっていうことについて、考える際にまず押さえておくべきポイントなんですが、雪山では、3つの敵があるというふうに思っています。まず1つ目は冷え、それから2つ目に濡れ、それから3つ目に風。この3点、この3つの敵を防いでやることで、快適な登山につながるのかなというふうに考えています。まず1つ目のですね、冷えについてですけれども、こちらは一番想像しやすいですね。冬の山は寒い、これ当然のことかなと思います。とにかく体を冷やさないように、保温性に優れた、服装であったりレイヤリングにする必要があります。ハードシェルジャケットでしたりダウン、それから中に着るフリース、厚手のパンツでしたり厚手の靴下、それからニット帽、バラクラバでしたり、手袋、冬用の登山靴などなどですね、もう上げ出すとキリがないんですが、夏の登山とは異なるウェア類がいろいろと必要になってくるのが雪山登山です。しっかりと必要なウェアを揃えて冷えを防ぐというところ、気をつけていただきたいなというふうに思います。それから2点目の濡れについてですね、こちらについてはとにかく汗をかかないように注意するということが大切かなと思っております。先ほどですね、保温性の高いウェアを着てくださいというふうに申し上げたんですが、一方で、体温が上がりすぎないように調節するということもまた必要になってくるんですね。ここがすごく雪山の難しいところでもあるんですが、汗が冷えてですね、低体温症になるっていうのは本当によく聞く話で、もちろん多少のね汗をかくということは、多少致し方ない部分もあるんですけれども、極力発汗しないように、工夫をしていきましょうというお話ですね。私が、個人的に注意をしているのは、頻繁に、脱ぎ着をすることです。はい、例えば、傾斜がこうかなり急で割と汗をかきそうな樹林帯の登り始めなんかでは、もうベースレイヤーのみで歩くと。で例えば標高が上がるにつれて、気温が低くなってくるとその上にフリースを羽織る。で、稜線に出る前にハードシェルジャケット、アウターレイヤーを着て、しっかりと、寒いところ歩けるように、準備をするというような形で、その時その時感じる寒さに応じてレイヤリングを、細かく調整しています。でそれ以外にでもですね、暑い寒いと感じた時はもう本当に躊躇せずに脱いだり着たりということを、して調整を行っています。このあたりですね、暑い寒いの感じ方っていうのは本当に人それぞれの部分がかなり大きくですね、経験値も必要ではあるんですけれども、暑すぎる、それから寒すぎる、それぞれですね、良くないので、回避できるちょうどいい頃合いっていうのを、自分なりに探していくことっていうのが非常に大切なのかなというふうに感じています。それから3点目ですね、風についてですけれども、冬の山というのはですね、夏とは比べ物にならないくらい、強風が吹くことがあります。厳冬期の山ってね、大体稜線部ってすんごい風吹いてますよね。はい、もう蚊の風問題っていうのも、雪山をやる上では避けて通れない道になっています。例えばですね、雪山で大変人気の八ヶ岳エリアですけれども、厳冬期であれば最低気温がマイナス10度とか、時にはマイナス20度ぐらいになったりっていうこともあったりします。でさらにそこに風っていうのがですね、冬山は加わってくるわけですけれども、風速がですね、1メートル毎秒マスごとに、体感温度は約1度ぐらい下がるというふうに言われてます。ですのでイメージとしては、風速5メーターの風が吹いていますと、実際の気温からさらに5度くらい寒いという、そんな体感温度になるわけですね。でこれを防ぐためには、風を通しにくいアウターレイヤー、ハードシェルジャケットでしたり、手袋もしっかりとしたゴアテックス製のもの、
それから、顔がねやっぱり出てますから、頬だったり、目鼻口というところ、それから耳、そういったところをしっかりと防ぐバラクラバであったり、ネックウォーマーなんかもすごく、必要に大切になってきます。まあ、こういったウェア類もしっかりと活用して、風邪からの冷えっていうのを極力減らす工夫というのもまた一つ重要であるというところをお話ししておきますということですね。ここまで、レイヤリングの基本についてお話をしてきたんですけれども、ここからですね、私が、実践しているレイヤリングウェアの紹介をさせていただきたいというふうに思います。それではですね、体に近いウェアから、順にご紹介をしていきたいなと思うんですけれども、まずは下着ですね。はい、もうそこから行くんかいと思われる方いらっしゃるかもしれないんですが、夏の登山ですね、たくさん汗をかく時期っていうのは皆さん、下着問題ってすごく敏感になるかなというふうに思います。気を配られてね、なるべく速乾のものでということで皆さん用意されるんですが、実は雪山こそ、下着重要ということをね、お伝えをしたいというふうに思います。レイヤリングの基本の方でもお伝えしました通り、汗を逃がす、ということがすごくね冬山において肝心になってきます。私が着用しているのは、アミアミでおなじみですね、はい、ミレーのドライナミックメッシュという、はい、下着になりますね。上も下もこちらを着用しておりまして、人前ではなかなか、見せられないような、ビジュアルにいつもなっております。はい、でオールシーズン、一応ですねこれを着用してまして、雪山でもしっかりと、はい、汗を体にためない、汗びを起こさないというところですね、気を配って、はい、こちらを着用しております。続きましてはベースレイヤーですけれども、夏山ではですね、河川の速乾のものを着られる方っていうのは多いんじゃないかなと思いますけれども、冬山でおすすめなのは保温性の高いウール地の、ベースレイヤーですね。はい、ちなみに私が着用していますのは、リッチマウンテンギアのメリノベーシック T ロングスリーブという、はい、シャツになりますね。こちら素材が 100% メリノウールでして、保温性がまず抜群というのと、肌触りがすごくねサラサラして気持ちいい、で見た目も最高という、こんな形でですね、すごく、いいところ三昧の、超お気に入りのベースレイヤーになっています。はい、ちなみにですね、私は暑がりなので、低山の雪山で、登り始めの例えば樹林帯なんかでしたら、このベースレイヤー1枚で十分ということもね結構あったりします。はい、続きましてはミッドレイヤーですけれども、先ほどのベースレイヤーの上に着る分ですね。はい、ミッドレイヤーというといろいろと選択肢ありますけれども、私は基本的にフリースを着用しています。はい、でその時の寒さによって、ちょっと薄手のフリース、厚手のフリースというところを使い分けをしているんですが、まずそこまで極寒ではないという時ですね、薄手のフリースで十分という時は、ノースフェイスの、マウンテンバーサマイクロジャケット、こちらを、着用しています。はい、こちらの特徴としましてはですね、とにかく軽量で、そこそこの保温性が、担保されているというところです。薄手ですごく動きやすくてですね、機動力が上がりますね。一方でそしてとにかく覚悟して寒い山に行きたい、しっかりとした、フリース欲しいという時はですね、こちらですね、マムートの、ゴブリンアドバンスド ML ジャケット、こちらを着用しております。はい、こちらですね、先ほどのノースフェイスのバーサマイクロと、反対にですね、とにかく厚手で保温性重視の、はい、フリースになっております。首元がねしっかりと覆われてまして、かなり暖かいフリースになっています。着ているとめちゃくちゃ安心感のあるフリースでして、で保温性が高い一方ですね、脇から、腰にかけては生地が薄く作られてまして、しっかりと、体温を逃がすという、ところ、こういった機能性の部分についてもしっかりと、されているフリースになりますので、行動中の機能性というところにもすごく優れたフリースとなっています。ちなみにこれらフリースですけれども、樹林帯の行動中であれば個人的には、ベースレイヤーとフリースでほとんど事足りることがほとんどです。要するにですね、気温が低くても風がそんなに吹いてないっていう場合は、このフリースで、保温性としては十分という、パターンが結構個人的には多いかなというふうに思います。ただこのあたりですね、寒いの感じ方ってすごく人それぞれですので、フリースで寒い場合はしっかりと樹林帯でも上羽織っていただいて行動されることをお勧めしたいなというふうに思います。続きましてはそのさらに上ですね、アウターシェルなんですけれども、このアウターシェルですね、雪山における生命線と言えるでしょう。気温風ともに、厳しい、稜線上でしたり、主に一番厳しい環境で行動する際のジャケットですね。ここはもう本当に絶対ケチってはいけないところかなというふうに思います。
冬山用のジャケットですけれども、まあ、ゴアテックス素材でしたり、防水透湿であることはもちろんなんですけれども、例えばフードが大きくて頭から顔全体を覆うことができるというところでしたり、まあ、手袋などを収納できる大きめのポケットがついているというところ、まあ、そんなところを重視して選んでいただけるといいのかなというふうに思っています。でこのアウターシェルですけれども、私はマムートのメロン HS フーディットジャケット、こちらを着用しています。はい、これまで多くの冬山でですね、私を守ってきてくれたアイテムになっておりますけれども、まあ、ハードシェルジャケットとしての基本機能っていうのはもちろん備わっておりますし、それに加えてですね、まあ、先ほども申し上げましたが、フードがすごくこれ大きくてですね、紐を絞ればこう顔の大部分を覆うことができるというところですね。それから、胸の部分にかなり大きなポケット、こちらが左右両方についております。大きめの手袋だったりっていうのも収納できますし、すごく、まあ、機能性に優れてますね。それからこのポケットがお腹部分ではなくって、この胸部分にあるっていうところもすごく個人的に評価が高くって、まあ、ザックのベルトがね、やっぱりお腹の部分って干渉してしまうので、この少し上の胸のあたりの位置にあるというところ、すごく使い勝手がいいなというふうに思っています。はい、それから次にですね、ダウンジャケットですね。はい、ダウンについては日帰り参考、それからまあ低山であればそれほど使う機会多くないっていう方もねいらっしゃるかもしれませんが、まあ、ダウンも、冬山雪山には必ず持って行っていただきたいウェアになります。まあ、休憩中でしたり、まあ、行動中でもかなり寒いと感じたら、ダウンを着用してくださいというところですね。冬山でのおすすめは、先ほどのアウターシェルと同様ですね、頭でしたり顔を覆えるフードがついているもの、こちらをおすすめしたいなというふうに思うのと、少し余裕を持った、サイズのダウンであれば、よりいいかなというふうに思っています。ダウンってね、基本的に、アウターシェルの下の保温着として着用することが、まあ、基本ではあるんですけれども、まあ、一時的に羽織りたい場合とかですね、アウターシェルの上に羽織ったりできるとかなり便利かなと個人的には思っています。オーバーダウンというような言い方もしますけれども、はい、そういった使い方もできるというところも一つ参考にしていただいて選んでいただけるといいかなというふうに思います。ちなみに私はですね、マムートのメロンインフーディットジャケット、こちらを着用しております。とにかくですね、こちらダウン量がすごくって、もうめちゃくちゃあったかいです。はい、まあ、で大きなフードがですね、頭だったり顔をしっかりと覆ってくれて保護をしてくれます。で私は、基本的に、こちらはザックに忍ばせておいてですね、休憩中に使用しています。続きましては下半身の方に行きたいなと思うんですが、まずはパンツですね。雪山においてですね、下半身のレイヤリングって結構悩まれる方が多いんじゃないかなと思います。で一昔前までは普通の夏用のパンツに、アウターのパンツを重ねてっていう方が多かったというふうに聞くんですけれども、最近では、タイツとかですね、まあ、こういったベースレイヤーとアウターシェルを組み合わせるっていう方が、主流になってきているということですね。私の場合もですね、この後者の方でレイヤリングしてまして、まずベースレイヤーとしてタイツを履いております。でその上にアウターシェルのパンツを履いていくんですけれども、私の使用している、アウターのパンツですね、こちらは大和道のウィンターハイクパンツというパンツになります。はい、このパンツですね、めちゃくちゃ優秀でお気に入りなんですけれども、防水透湿の素材というところはもちろんなんですけれども、ストレッチ性とですね、柔らかな素材感というところがすごく、特徴的で、まあ、行動の快適性向上にめちゃくちゃ貢献してくれています。で大和道のパンツらしくですね、このサイドに、スマホ入れるところですね、もちろんあるんですけれども、それ以外にもですね、例えば裾に、フックがついておりまして、靴の紐に引っ掛けることができますというところ、それから、紐をこう縛ってですね、雪の侵入を防ぐということができる点、それからですね、さらに裾の内側にこう、クランポンガードですね、アイゼン引っ掛けても破れないようにということで、かなり頑丈な素材が内側は使われています。まあ、こういったところで、まあ、新雪が降った直後でしたり、ラッセルめっちゃするという山でなければ、ゲーター使わずともこのパンツで行動できてしまうので、その点ね、すごく重宝して使っています。まあ、それから見た目というところでもですね、冬山用のパンツにしてはダントツに見た目が良くって、すごくね、シルエットが綺麗で、はい、めちゃくちゃお気に入りのいいパンツです。はい、続きましては靴下ですね。はい、冬山では靴下とにかく厚手がおすすめです。はい、まあ、体が熱くてもね、足先は冷えているっていうことはね、めちゃくちゃよくありますので、はい、ぜひ暖かくしてあげてほしいなと
思います。で、私はですね、基本的にオールシーズン靴下2枚履きで、山には出かけています。で、冬山では、こんな感じでベースに5本指の薄い靴下を履いて、まず汗を吸収するという役割、それから摩擦を和らげてくれるという役割ですね。で、その上に極厚でもうめちゃくちゃ厚い部類になりますけれども、こういった靴下を履いてあげて、しっかりと保温するという、こういう二重のレイヤリングで、出かけています。で、靴下ですね、たくさん履けば履くほどいいかというと、そうでもないようでして、靴の中がこう窮屈になりすぎると逆に保温性を失ってしまうということもあるようですので、厚手のものを含めた2枚履き程度が個人的にはベストなのかなというふうに考えています。では最後に小物類のご紹介もしていきたいと思います。まずはですね、手袋なんですけれども、手袋もですね、実はレイヤリング超重要になってきます。はい、基本的にはよっぽどのことがなければ冬山では素では出さないっていうところが基本になってきます。具体的には薄い手袋から、防水の厚い手袋までを重ねて、ウェアと同じようにですね、レイヤリングをしてあげましょうというお話になりますね。で、私の場合ですね、まずはベースに、薄手のこういったですね、指先スマホ対応の手袋を着用しています。で、これは基本的に下山するまで外さないことが多いです。よっぽどね、何か操作しないといけないっていう時はもちろん外したりはたまにあるんですが、基本的にはこのベースの手袋っていうのは着用したままでいろんな作業を行ったりします。その上にですね、例えば樹林帯でしたら、そこまで手が冷えない環境ですので、ウール地の手袋を重ねています。私自身そこまでですね、手先が冷えやすいというタイプではありませんので、基本的にこれで暖かい場合というのがほとんどです。ただしというところで、冬山でも、高山でしたり、気温のめちゃくちゃ低い日、それからラッセルをしたりだとか、しっかりと雪を触るような日っていうのは、防水で厚手の手袋っていうのを必ず用意していただきたいと思います。アウターの手袋としましては、こちらのブラックダイヤモンドの手袋を使用してます。はい、こちらも見ていただいた通りですね、かなり厚手で、冷えた手でも入れた瞬間じんわりと温まってくるような感覚がわかるぐらい、はい、もうかなり綿の入ってる手袋になります。で、ちなみにこちら3本指の、手袋になるんですけれども、例えば5本指の手袋ではこう指が動かしやすいけど手がめちゃくちゃ冷えやすいとかですね、一方で2本指ミトン型のものではあったかいけどほとんど物を持ったりできないっていう、両方ね、悩みというかマイナス点があるんですけれども、それらの間を取ったタイプになっております。個人的には、中指、薬指、小指ですね、この3本の指が一体で、外側は基本的に暖かい、ただ一方で人差し指は独立してますので、例えばピッケル持ったりとかですとか、ちょっとした作業であれば、この手袋をしたままでもできるというところで、すごくね、個人的にバランスのいい手袋かなと思っていまして、この3本指すごくね、気に入って使用しています。それからその他小物類としましては、ニット帽をですね、着用しています。はい、っていうのとですね、バラクラバとネックウォーマーを兼ねて、こちらの大和道のライトアルファオンリーフード、こちらをかぶっています。これですね、すごく気に入って使用しているアイテムでして、こちら首にこうやって下ろせばですね、ネックウォーマーにもなりますし、耳とか頬ですね、覆ってあったかくしたいっていう時は、こうやってかぶってあげると、はい、顔保護してくれますね。で、さらにもっと稜線で吹雪いてる時なんかですね、バラクラバのような形で使いたいとなりますと、もっと顔全体を覆いたい時は紐をですね、こんな感じで縛ってやれば、ほぼバラクラバになって、この上にですねゴーグルをしてあげるというところも可能になっております。これめちゃくちゃ便利ですね。中の素材もすごい気持ちよくってお気に入りで使用しております。というわけでですね、まず前半にはレイヤリングの基本の考え方、それから後半に、レイヤリングの紹介と、ウェアの紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。はい、登山のレイヤリングはですね、暑い寒いの感じ方、これ本当に人それぞれでかなり個人差が大きいものになります。私の例が皆さん全員にとって、いいと当てはまるわけではないんですけれども、一つの例としてご参考にしていただければ嬉しいかなと思います。ですのでこちらご覧になっていただいて、皆さんなりのですね、ベストなレイヤリングというのを今後探していっていただければすごく嬉しいかなというふうに思います。というわけで今回の動画はここまでとさせていただきます。よろしければチャンネル登録とグッドポイントぜひよろしくお願いいたします。この他にも、雪山に関する動画いろいろと出しておりますので、他の動画もぜひご覧いただければと思います。ではまた次の登山動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。
would give my life for you, you know. And I swear to never let you go.